どうもこんにちは。ペンとカメラと雑記帳高橋です。いつもご視聴ありがとうございます。さて、視聴者の方からですねリクエストをいただきました。モンブランマイスターシュトゥック149とセーラープロフィット21、これの比較を何かお願いしますというような内容の、リクエストでした。私もかねてより興味を持っていましたので、ぜひ何とか形にしたいなというふうに思っているんですけども、なかなかどうしたらいいのか思いつかなくてですね、時間が少し経ってしまいまして失礼しました。やっとこれだったらどうだろうと思う比較の方法をですね思いつきましたので、今日はそれをやってみたいと思います。皆さんの琴線に触れるような内容にできるといいなというふうに思っています。さて、改めましてですけれども、モンブランマイスターシュトゥック149はですね、もう世界的な人気を誇っています。万年筆の中の万年筆、万年筆といえばこれだろうというような典型的な、誰もが思い描くものがこれだと、149だと言って過言ではないと思います。大変美しいペンですよね。その上に太い軸ですね、これが非常に安定感をもたらせてくれます。書いていて大変気持ちがいいです。2部はですね M、 どちらも M ですね。はい、一方でセーラープロフィット21はですね、今世界中で一番注目を浴びている、非常に優秀なペンという評価が高まっているペンだと思います。今こちらの方がセーラープロフィット21が追い上げているというような状況なんじゃないかなというふうに思います。それでこの1911という言い方なんですけれども、これはここに刻印があるんですけれども、セーラージャパン、ファウンデッド1911ということになってます。創業の年ですね、1911年。ここからですね、これが由来となってセーラー1911というふうに海外では呼ばれることが多いのだそうです。またこの149と1911っていう数字でこう並べてみるとかっこいいなと思いますので、今回はこのように洒落た形で数字を並べてみました。はい、それからペーパーもですね、環境として非常に重要な影響を持っていると思うんですね。それで一番こうどこにでもあって高品質で手に入りやすいということで、今回は無地の裏抜けしにくいリフィルノート、これを使って比較していきたいなと思います。今後ですね、例えばトモエリバーであるとか MD ペーパーであるとかですね、この紙の環境を変えてまだ、比較をですね進めていかなきゃいけないことになるんじゃないかなというふうに今思っております。それからインクですけれども、いずれもですね、この2本の万年筆にとって一番フローがいい、インクの出がいいんじゃないかと私が今まで使ってきて感じたインクを選びました。モンブランの方はですね、モンブランのミステリーブラックが入っています。まあ、モンブラン、正直言いますと私2つしかインク持ってなくて、これとミッドナイトブルーしか持ってないので、出がよりいいですね、ミステリーブラックの方を選びました。さてセーラー1911の方なんですけれども、こちらセーラーのキバグロという選択肢が一番本当はいいんでしょうけれども、なぜかですねプラチナカーボンがですねとってもフローがいいんです。ということが、まあ、私の少ない経験の中で得られてますので、こちらを採用しました。プラチナのカーボンが入っております。はい、というわけでこの環境で比較していきたいなと思うんです。さて少しそれぞれでですね文字を書いてみたいと思います。
はい、寒い時には寒いところにいなければこちらの腰が座ってこない。寒さに震えながらカメラを構えないと写真に血が通わないのである。土門拳の写真撮影入門という本の一節をお借りしました。では1911の方で同じ文面を書いてみたいと思います。149の方がですね、今キャップレスで書きました。あの大きなペンなのでキャップレスで書く方が、まあ、通常かと思いましてそうしたんですけれども、それに合わせて1911の方もですねキャップレスで書きますね。なるべく同じ大きさで書きます。どちらもですね、書いててとっても気持ちがいいというのがもう第一印象といいますか、もう一番最初にお伝えしたいことはとにかく気持ちがいいなということですね。モンブランの方がですね、比較的こう何て言いますか、受け止め方が力強いといいますか、なんかうまく言えませんけれども、あのもうペンの重みもありますので、そのまま紙に載せていけば、いい筆圧で字が書けていくなという、とにかくあまり何も考えないでパッと合わせてくれるっていう感じがあります。1911の方はそれよりは少し繊細で、持ち加減というのを自分で多少こう強すぎず弱すぎずっていうのを自分でコントロールしてやる必要があるような印象はあります。ですからどちらの方が例えば初心者に楽かということで観点からいくと、149の方がですね、もしかしたら書きやすいんじゃないだろうかという気がします。でも1911の方が自分もペンに慣れていくし、ペンも自分に合わせてくれるポイントがあって、それを見つけていくっていう、そういう感じで言うとですね、1911の方がちょっとこう次元が高いところがあるのかなという感じですね。ですから何も考えなくてよい、いつも通りの自分のコンディションで書くというような言葉にまとまりますでしょうかね。また文字のこう形も変わりますよね。まあこれは好みもあると思います。太い細いというですね、差があまり出にくい字体ですね。フラットな太さで、ずっと字を書くことができます。1911の方は、まあ、先ほど言いましたように自分が多少合わせてやるということで含めて言うとですね、太い細いというものの抑揚がですね、出るような気がします。まあ、これは日本語に合ってるし、モンブランの方は当然オーブン書体に合ってるというその発想ですね、設計の思想の違い、これは当然あるでしょうね。さてではここからもう少し細かく見ていきたいと思うんですけれども、ページをちょっと変えますね。こちらが149のエリアで、こちらが1911というふうにしていきたいと思います。さてこの2部のですね、まあ今文字を書きましたから複合的な動きということになるんですけれども、単純に横線縦線ということで比べていきたいと思います。まず横、横縦
ですね。はい。では1911の方ですね。横。縦。インクの特性もありますから何とも言えないところもありますけれども、どちらかというと横線に関してはそうですね、あまり変わりはないのですが、どうだろう、セーラーの方がですね、1911の方がなんだか均質感がありますね。149の方が表現的になると言いますか、機械的になるべく弾こうとしてるんですけども、やっぱり抑揚がついてしまうようなところがあると思います。ちょっと予想とは反対でした。設計で用いるような均質な線を弾くということで言うとですね、モンブランももちろん弾けるんですけれども、1911の方がより精密感があるという感じがしました。はい、それでは次はですね、丸を書いてみます。まあ、これどちらも OK です。まるで丸なんで、ちょっと分かりにくいですけど。はい、どちらもとっても、二重丸でいいのかな。二重丸でいいと思います。これですね、ちょっとサリサリ感とか、もたつき感とかですね、ちょっとその、こう動いていくときにペンの当然しなりがあるわけで、それがこう、うまくいなせて、スムーズさに結びついているか、それとも、何かこうちょっと力の引っかかりがあるのかというところに行きたいと思います。これはセーラーの方が気持ちが良かったです。はい、次に書き出しですね。書き出しの時にスキップ、ハードスタート、こういったそのインクがちょっと欠ける現象があるかどうかというような、その不安があるかどうかっていうことなんですけども、まあ、ここまで書き進めてきてますから特にないと思うんですけど、大丈夫ですよね。僕のちょっとこう書体が良くないですね。どちらも今インクは満タンのはずですので、ちょっとここで今意外な現象が出ましたね。ですのでどちらも丸にしておきます。本当はセーラーが二重丸かなと私は思っておりました。あるいはモンブランが三角かなぐらいに思っていたんですが、ちょっと違いましたね。はい、それでは5番目、 A の字。あ、氷になっちゃった、すいません。いつもですね、じゃあ氷と A と0の字でいきましょうか。あ、今モンブランで書いちゃいましたけどね。こういうことですね。まあこれは漢字ですからね。
どうでしょう。やっぱりセーラーの方がスラスラっといけてるような印象が僕はありました。引っかかるっていうんじゃないんですけれども、ちょっとこのシナリーの連続の動きがですね、少し手に力が入る感じがします。1911の方が全てにおいて滑らかに進めることができたと思います。こういう動きなんですけど、それからですね、跳ね払い止めのようなことですね。跳ね払い止め、それを意識して A の字を書きますね。どうかな。いや、どちらもどちら、これ僕は実は日常的に跳ね払いとかですね、もう全く意識しないタイプなんですよね。僕が書く以上はですね、これどっちもちょっと分かりません。ごめんなさい。すいません。これを楽しみに ここが大事なんじゃないかとおっしゃる方いると思うんですが、申し訳ないです。後でまたこのページ戻ってきますけれども、ちょっとページを変えて、どこまで力を抜いて書けるかということをちょっとやってみたいと思うんですね。こちらが149で、あら、スキップしてますね。ねえ、やっぱりいろいろなんですね。ちょっと力抜いた字って僕はあまり自分で見慣れないので、あまり僕自身は楽しくないですね。まあでもこちらも1911もやってますね。もはや字ではない。 そうですね、セーラーの方が上かな。でも何度も言いますけど、僕は力を抜いて書くのが好きじゃないので、そもそもこのやり方には自分で考えておきながらですね、こんなことで何がわかるっていう感じがします。だからやっぱりね、適正な力の込め方がありますからね。力は、これをどう受け止めてくれるかってことじゃないですか。ですから何も一番力を抜くことが問題ではないかな。どうでしょう。ここまでやってきました。他にもちょっと考えてるんですけども、やっぱりこう本番でやってみると予想とはちょっと違う方向に行ったりとかしてですね、まあ、ここまでで一度振り返ってみることにしましょう。はい。そうするとですね、二重丸の数だけを追っていくと、1、2、3、4、5。モンブランが1、2、3、あれ、セーラーの勝ち ということになりますでしょうか。どうでしょうね。この若干ですね、シェードが出るといいますか、まあこれインクの特性もありますからね、何とも言えないところがありますけれども、あ、今ピントを固定にしてました。ごめんなさい。
若干ですね、シェードが出るんですけど、これはインクの特性っていうこともありますから、なんとも言い難いところがありますね。あんまり近づけると。どうですかね。まあ、どちらもいいと思いますよね。僕はでもね、今は149で書いた方が自分の字らしい感じで書けてるのかなという何かありますね。ただなぜかというとね、セーラープロフィット21の方はですね、さっきも言いましたけど、力加減を多少自分でですね、こう調整してやった方がうまくいくんですよね。その調整がうまくいくとき、いかないときってあって、この無地の裏抜けしにくい紙ではですね、ちょっと滑るような感じがするんですよ。ですから MD ペーパーみたいにちょっとこう引っかかりがあってくれる紙の方が、どちらのペンも活かせるのかなと思いながらもですね、この紙の上で書いていて、どちらが快適かというとですね、僕はモンブランの方が楽でした。置いて、重さも多少ありますので、その重さを借りながらですね、あまり何も考えないで書き出せるという楽さがあります。一方ですね、セーラ1911の方は、このぐらいの、こういう紙ならこのくらいの筆圧でいったらいいんだろうなってちょっと考えた上で、少し考えた上で書き始める。と、ピタッと合わせる力加減が見えてくる。今ちょっと力抜きすぎですね。もうちょっと本当は筆圧をかけた方がいいんだと思うんです。というようなね、紙によってもちろん違うんだと思うんですよね。この紙に関して言えばですね、こうジャストで合わせていくのが1911の方がちょっとと時間がかかるのかなという印象です。で、まあ同じことを言いますけど、モンブラン149の方はですね、もうどんな紙でも多分ドーンと書き始めたらもうそれがぴったりっていうようなところがありますね。なんだろう、高性能な車なんだけれども、とっても扱いやすいっていうことでしょうか。でかくて、その取り回しだけちょっとね、注意なんですけども、入る車庫入らない車庫とかありそうだし、通れる道通れない道あるんだと思うんですけども、だけど、まあある一定の環境の中で走り出すとですね、とっても楽ちんっていう気がしました。一方ではですね、このセーラーの方はですね、アクセルワークを踏みすぎると行き過ぎちゃうし、踏まなさすぎると進んでくれないし、どのくらいでアクセル力加減で踏んだらいいのか、最初はですね、ちょっと考えてやって、すぐ慣れるんですけれども、一番最初の時はちょっと神経を使うところがあるのかなというふうに思いましたね。モンブランは何も考えないでこのくらいって勝手にアクセル踏んだら車が合わせてくれる感じ。プロフィット211911の方はですね、もうすでに理想としてるアクセルの踏み込みの強さがあってですね、乗り手がそれに合わせてやる必要がある。こんな感じの比喩でいかがでしょうね。まあ車を乗らない方はちょっとそれじゃ分かんないよということもあると思うんですけれども、まあその辺はちょっとご容赦いただいて、私ももうちょっと表現力磨かないといけないなと思いますね。あともう一つですね、今の話とちょっと関係するんですけど、最後にですね、味っていうことで言うとどうでしょうね。文字の味。
どうでしょうね。これはまあ皆さんがご自身の字で書いてみないと何とも言えないところなんですけど、私は今この短い文章で書いてみるとですね、やっぱりモンブランでできた形の方がですね、まあある程度スピードで書きましたよね、ある程度の。ですからそれで自然に出てくる形なんだと思うんですよ。例えばこの寒さっていう字などはですね、僕はモンブランの方が好みですね。なんかね、この形が好きって感じがします。プロフィット21の方はですね、形がちょっとこうまだ僕が扱いきれてないんでしょうかね。形がまとまってないって感じがするんですよね。モンブランの方がもう自分の字の形に合わせてくれたという印象があって、丸バツの数で合わせるとプロフィット21の方が優秀ですよね。よくできてると思います、と思いました。このあたりのこととかもね、すごい見事だと思うんですよね。まあその上で今はどちらが好きかということになると、僕はモンブラン149の方が書いてて、なんかいろんな紙に合わせて書かせてくれて楽しいなって感じがします。1911の方はですね、まだ私の修行が足りてないというような、ちょっと反省めいた気持ちに今なっております。はい、というわけで全くですね、購入を検討されている方の参考にまるでならないところがあると思うんですけれども、まあでも万年筆も個性だし、人間も個性ですから、やっぱりピタッとくるっていうのは性能とかね、部分的なこういうスペックを比べるようなことでは出てこないんだと思うんですよ。また使い手である、まあ私をはじめ皆さんのですね、その日のコンディションも大きいでしょうね。それから紙がぴったりかどうかってことも大きいと思うんですよ。今回はですね、どちらかというとモンブランにとってはあまり面白くない紙なのかな、個性が出にくい紙なのかなっていうふうに思いました。セーラーの方はですね、多分どんな紙でもそつなくこなしてくれるんだと思うんです。こういう一般的な紙ドンと来いっていう感じですね。ですからまあ仕事でいろんな場面で使うということを想定したらですね、おそらく1911の方が能力は高いと思います。でこのノートが好き、このペーパーが好きっていうふうに決め打ちで、それがもう書いてて楽しいんですっていう人はですね、まあモンブランでしょうね。いやでもそうとも言えないのかな、難しいとこですね。すいません、あっち行ったりこっち行ったりで、というようなことをやってみました。まだまだこれじゃわからないよっていうところあると思うんですよね。私もこの動画一度出させてもらいますけども、またいろいろ考えて、また新たなですね角度から、この2本をですね、興味ある2本をぜひもっと追求してみたいなというふうに思いました。はい、どうも長い間ご視聴ありがとうございました。ではまたすぐに会いましょう。チャンネル登録とグッドボタンもよろしかったらお願いいたします。ではまた。